トライして失敗して学ぶっていう学習を若い時期にどれだけやるか、何か新しいことをする気持ちをこう抑えないためにもものすごい大事で、はい、どうしてそこに気づけたんですか？14歳の時にそうそう父親が失踪してるんですよ、はい、でその失踪して兄からその読書リストをもらうっていうことをまあ最初スタートやったわけですね。ご自身でやった、はい、勉強したいから読むべき本っていうのをくれと、もうターニングポイントですよ。研究者の中でやったら多分そんなに大切しないだろうなっていうのはやっぱ兄との対比で理解してたんで、4年ぐらいは本当にもう模索の模索で、きつかったですか？まあ、うまくいかないことの連続でしたね。起業した時も同じでしたけどね、見えなかったそんなにはっきり。でもなんとかなるんですよね。だからみんなできると思ってないわけじゃないです、自分のことを、はい、暗中模索に価値があるんですかねって思います。踏み出した人たちも成功した人たちもものすごい暗中模索してると思うんですよ、うん、失敗をちゃんと経験する、早い方がいい。そうなんですよ、30代まだチャレンジできるじゃないですか。でここで失敗しても全然大丈夫、充電してもう一回やってもいいんで、ある種また今、そうです、今僕暗中模索状態です。何も分かってないです。もう一つ伺いたかったのは、はい、すごく多分教育分野にも関心があると思うんですけど、そうですね、はい、そういう意味でもやっぱりその挑戦するっていうのは若い世代から、はい、ある意味起業家精神みたいなのって養われた方がいいのかなと思ってて、はいはい、日本の教育はどう見てますか？最悪ですよね、今のところはね。だからそれはその最悪になっちゃってるのはもうしょうがないですよね。もうだから構造的にだってもう30人を同じクラスに閉じ込めて、みんなが同じ方向を向いて先生の黒板見てやるスタイルは今も変わってないわけで、ただそれを変えるのは大変なのも分かるじゃないですか、はい、で別に誰を批判するつもりもないですけど、決していい状況ではないだけど、やるべきなのはやっぱその経験学習って言われる、トライして失敗して学ぶっていうスタイルの学習を若い時期にどれだけやるかっていうのが、何か新しいことをする気持ちをこう抑えないためにもものすごい大事で、はい、うまくいくことをみんな重視しすぎちゃうのは、うん、結局その経験学習の経験が足りないから、物事は失敗するものだっていう前提に立たないじゃないですか。おっしゃる通りですね。だって3回やって1回うまくいけばまあいいわけじゃないですか、はい、何事も人生ってそんなもんなのに、意外にみんな結構慎重になっちゃうのは、うん、その経験が足りてないんで、できればもう若い時期に文化祭を例えばなんか立ち上げるでも何でもいいし、何かビジネスをやってみるでもいいし、何かちっちゃい投資を始めてみるでも何でもいいんですけど、やってみてうまくいかない、そっから学んで修正するっていうプロジェクトなり、経験を積める場を作りたい。それが学校とか家とかだとさすがにそれは多分今厳しいので、第三の場、はい、まあ、サードプレイスみたいな場所でそういうものができる空間なり考え方を、まあ、いろんな形で作っていく必要があるんじゃないかっていうのは自分が今思ってることなんですけどね。成田さんはそれこそでもいわゆる進学校に進まれて、まあね、学習されたわけじゃないですか、はい、どうしてそこに気づけたんですか？だから僕14歳の時にそれこそ父親が失踪してるんですよ、はい、でその失踪してその人生どうしようかなって思ったんですね、はい、まあ、それが一つ分岐点だったんですよ、うん、でそこから私の兄からその読書リストをもらうっていうことをまあ最初スタートやったわけですね。ご自身でやった、はい、30冊の読書リストをもらったんですよ、はい、でそれはまあその学校とは関係なく、ちょっと勉強したいから読むべき本っていうのをくれということを言ったわけです、はい、そしたらスッてこうリストをなんかワードファイルみたいなのをこう、はい、印刷されたやつもらって、はい、ほうと思ってそっから読んでたんですよ。へえ。でもそれがやっぱもう、もうターニングポイントですよね。うわーすごいですね。でもそれを読んで、その時読んだ本っていうのは例えば哲学に関する本とか、あるいはまあ戦争論についての本とか、心理学についての本とか、金融についての本とか、そういうのをこう幅広に読んでみたわけなんですよ、はい、そうするとそこからこう広がっていくじゃないですか、はい、でそれ学校の勉強とは全く違うことなんですよね。なんか頭の使い方とかが全然違うことをやっていて、まあ、答えのないものに自分で問いを立てて学んでいくってことをやったわけですね。そっから派生して美術館に行ってみたり、いろんな音楽に触れてみたりっていうことを、まあ、14歳から17歳ぐらいまでずっとやっていった結果、まあ、学校の勉強は学校の勉強でそこそこやればいいかなぐらいな、だけどそれじゃない部分で非常に大事なことがあって、
あとは自分が何を選択するかが大事なんだなっていうふうにやっぱその当時はだいぶもう思えてたんですよね。なんかそこの今あの14歳が一つターニングポイントじゃないですか。多分そこって30冊読み切れないパターンもあるかなと思って、はいはい、多分そこはでも自分に志がないと無理だなと思うんですけど、でも僕も完璧には読めてないんですよ、はい、もう読んでる内容もうわけわかんない本とかも結構あるんで難易度高いですよね。高いです、もう全然わかんないです、はい、いいんですそれで。だからやってみればいいですよね。それでもちょっと人が知らない言葉を知るだけでかなり変わりますよね。あ、びっくりしました。なんかイデオロギーみたいなこと書いてあって俺も未だによく分かってないですけど、イデオロギーってなんだよとか、確かにね、だからそういう言葉からじゃないですか、はい、だからなんかこう IT 企業入っていきなりよく分かんない単語ドゥワーって並ぶみたいなあるじゃないですか、はい、仕事でもそうじゃないですか、はい、何それみたいな、はい、でもそれ大事じゃないですか。その積み重ねでちょっと進歩していくじゃないですか。だから知らないことにどんどん触れて、知らないなっていうことも分かり、そこからなんかこう興味が向いた部分からスタートするでいいと思うんですよ、はい、そういう意味では別にそんな肩肘張ってた感じもなく、分かんないものは分かんないと思ってて、でもずっとやってたらちょっとずつ他の人よりはなんか分かってる状態になってったっていう感じで、だからいろんなものに触れてって、あ、必ずしも今勉強でやってることが絶対じゃないし、なんか点数取ってなんかいい大学に入ればいいっていうわけでもないっていうことを具体的に理解するというか、はい、それができればいいし、それができる場が多ければ多いほどいいですよね、はい、その人にハマるやり方、リアルな場にいた方がいいのか、本読めばいいのか、なんかメンターつけた方がいいのか分かんないですけど、はい、そういろんなそういうものがあれば、そういうチャンスを得る子供は広がる、多くなりますよね。それをまさにこうサードプレイスとして、うん、作れるといいんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい、自分でこう14歳で踏み切れたのっていうのはある種の危機感みたいなのもあったんですか。当時はだからもう本当父親がいなくなってしまって、はい、生活費もどうするのっていう状態だったんで、はい、今後も見えないですよね、どうしていこうかなみたいな、うん、ってなって自分で自立しなきゃいけない、自立して生きていかなきゃいけないってその時思えたんで、自分はそこで一歩踏み出せたっていうのは大きかったですけどね。その時変な質問ですけど、きつかったですか。きつい時期もあったと思います。ああ、どうしていいかわからない時期っていうのは結構長かったですよね。いろいろやってたけどそんなにはっきり見えてたわけじゃない。でもそれで言ったら20歳で起業したんですよ、はい、で起業した時も同じでしたけどね。へえ。起業して僕1年で辞めちゃったんですけど、はい、あの時も見えなかった、そんなにはっきりこの後どうなっちゃうんだろうなみたいな。でもなんとかなるんですよね。だから14歳の時のなんかあのなんだろうな、あの暗中模索感、はい、もうとりあえずなんかいろいろ本読んだ方がいいのかなみたいな、やるしかないというか動くしかない、とりあえず動いてたみたいな、はい、焦りもあるわけじゃないですか、はい、でどうしようって思ってた時期、あの起業した時もそうだったんですよ。やっぱやっててなんか全然ダメだなみたいな、うんうん、この後俺はどうなっていってしまうんだろうみたいな、あの焦り、あれちょっと似てて、でもよくよく考えてみるとその後になんか光が差すんで、やっぱその暗中模索自体がすごく大事なんだっていうぐらいのことを経験的に理解できたのはすごい大きかった。暗中模索に価値があるんですかねって思います。だから最近はツイートとかでもそれは意図的に思ってるのは、みんなできると思ってないわけじゃないですか自分のことを、はい、なんかちょっと不安があるわけじゃないですか、でだから踏み出せないわけじゃないですか、はい、でも踏み出した人たちも成功した人たちもものすごい暗中模索してる、うん、たんと思うんですよ、うんうん、みんなもしかしたらそこが実感できてないから、はい、あの不安になってしまうというか、そうきっとそれを14歳で実感できたから21歳でもトライできたし、はい、ある種また今そうです、今僕暗中模索状態です何も分かってないです、どうしようみたいな、なんとなくなんとかなるかなぐらいの感じですよ、はいはい、今の。だから今僕が起業してなんかもうバリバリでこの企業でこの事業プランで行きますって、うんはい、それは高々に言えてりゃいいですけど、はい、そんなか甘くもないなと思ってますけどね。多分もう一回すごく自分を再構築しないとこれはうまくいかないなって思ってるんで、だからそういう意味では多少の焦りも別になくはない。あ、そこはあるんですね。なくはないです。向き合わないといけないですもんね。でそれは向き合っていく必要があるんだなぐらいな、はい、あなんかちょっとこうそういう意味で達観し始めたっていうぐらい、はいはい、なんかそんな感じなんですよね。そうかそうか、まあ、今までこの33年間の中で壁としてはきつかったなみたいな。18歳の時にその大学に
行くってなった時に、まあ、ビジネスの世界に行こうと思ったんですよね。まあ、自分はその兄の研究をやってたっていうのもあって、研究者の中でやったら多分なんかそんなに大切しないだろうなっていうのはやっぱ兄との対比で理解してたんで。そこは兄との対比だったんですね。対比でした。ある意味逃げですよ。逃げというか自分の得意とか、はい、自分の好きを結構見極めるのを意図的にやれてたのは大きかったんですよ。でそれで僕はそっちの道の方が向いてるかなと思ったんですよ。だから僕体育会でもあったんで、はい、バスケやっててそういうスポーツとかいわゆるそのみんなでこう一生懸命やるみたいなの得意なんですよ、はい、好きだし、はい、だからそういうのが向いてるのってなんだろうなと思って、スポーツかビジネスで、スポーツはまあちょっと道も狭いし先生も短いしっていう中で、じゃあ経営者ビジネスやろうと思ったのがきっかけ でそっからやっぱクラウドワークス入るぐらいまでの4年ぐらいは本当にもう模索中模索の模索で、もう就職しないとやっぱダメなのかなとか、そうですよね、すっごいやっぱ悩んでましたよ。有名なところ一回入った方がいいのかなとか、ものすごい悩んでました。いやだから多分同時期のそれこそ就活生だと思うんで、ね、はい、多分みんなムードとしても多分いいところに入りたいっていうところ最優先にある人たちの方が多かったと思うんです。いや僕もそうでした。あそうでしたか。だけどその中で導かれるようにまあなんかクラウドワークスに出会えた部分もあったし、はい、まあ、その前僕実は一社ベンチャーに就職してるんですよ。僕2年留年してるんですけど、その2年生の2年間でこれはサラリーマンとして就職してたんですよ、はい、だから学校は行かずに普通にもう働いちゃってベンチャーでずっと働いてたんですよ、まあ、それも300時間ぐらい多分働いてたと思うんですよ。 もっと働いてたかもしれないぐらい、だから普通に正社員よりも働いてたんですよ、はい、でその時もその会社を何とか上場させようと思って、まあ、5年目ぐらいの会社で20人ぐらいの会社、そこにまあサラリーマンとして入ってそこの役員になって上場させようと思ってたんですけど、まあ、それも結果的にはそんなうまくいかなくて、まあ、うまくいかないことの連続でしたね。いやでもキーワードですね、その失敗をちゃんと経験するっていう、まあ、30代だけじゃないですけど早い方がいいって。そうなんですよ。だから30代まだチャレンジできるじゃないですか、はい、でここで失敗しても全然大丈夫だって、もう一回別どっかもう一回戻って充電してもう一回やってもいいんで、だ僕のイメージはやっぱその2、3年のトライを3回ぐらいやれれば、うん、多分自分なりに何か掴めるものができてくると思うんですよ。だからそこまでトライした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まさにその僕はスタートアップ入ったばっかりなんで、こういうスタートアップのカルチャーっていうんですかね、はい、こうみんなで同じ方向向いて、はい、ある種上場を目指そうよとか、はい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 、新鮮だし楽しいんですよ、うん、そうですよね、はい、こういうところに一歩踏み出して良かったなって思ってて、そうですよね。ここで例えば多少うまくいかなかったとしても、はい、全然次はあるし、はい、それをあと3、4回やってれば絶対どっかでもまたそういう経験できるじゃないですか、うん、確かに。でなんか僕成功のバイオリズムみたいなのって人によって全然違うと思うんですよ、はい、っていうか、まあ、例えばですよ、会社のなんか上場が早かったからといって20年間活躍し続けられる企業になれるかとかもまた別の話なんですよね。だから僕の周りの35、6とかで起業されて今40代後半とかの人たちの方がむしろ会社としてはすごくうまくいってるなとか見てて思うんですよ。人によるという中で唯一共通してるのはその人なりにどれだけ挑戦を積み重ねてるかっていうこととか、一度こう成功したものに引っ張られずに全然違うトライをし続けているかとか、なんかそれが結果的に20代とか30代とか40代とか50代とかでどっかで当たるみたいなぐらいに思っといたらいいんじゃないかなって思うんですよね。一番影響を受けた人は誰ですか。まあ、例えばそれこそ兄はもうすごく影響を受けてて、はい、一番最初の土台を作ってくれた人ですよね、まあ、ある意味ものの考え方見方とか、まあ、読むべき本とかその教養とかそういうものの土台を作ったのはもちろんその彼は大きかったと思いますけど、それ以外にも例えば僕プロフェッショナルってあの動画 あるじゃないですか、 NHK の番組で、はいはい、あれで MIT のメディアラボの特集みたいなのがあってプロフェッショナル で、はい、で石井博さんっていうその教授がいるんですけど、その時もまだ衝撃で、へうわーと思って、こう新しいものを生み出せっていうコンセプトなんですよね、とにかく MIT の考え方って。今まで過去にないものを作りなさいって、もうそのやっぱ研究の現場がちょうど放映されてて、あれは若いなりにすごいインパクトありましたね。ああ将来的にこういう新しいコンセプトを生み出すみたいな人になれたらいいなみたいな、ゼロ一を作る、はい、もちろんその、まあ、クラウドワークスの吉田さんという経営者も、
すごくこう影響を受けてるし、まあ、そういう意味ではそのミックスですよね、うんうんうん、ソニーの森田明夫さんっていう、まあ創業の2人で創業されたうちの1人、森田明夫さんとかはスーパースターですよね、僕の中でもスーパースターですし、日清食品の安藤桃福さんっていう人がいるんですけど、はい、あのまあ、いわゆるカップヌードルを生み出した人ですよね、はい、あの人の創業秘話とかも胸熱ですよね。なんかもうあの48歳でチキンラーメン生み出してて、あ、そうなんですね、72歳かなんかでカップヌードル作ってるんですよ。あ、存じ上げなかったです。あ、そうなんですね。だからもう遅咲きなんですよ、こういうものをいろいろインプットして自分も頑張ろうって鼓舞してやれるはずだって勝手に思い込んで頑張ってるみたいな。本当、じゃあいろんなものからでも影響を受けて全部こうインプットしていく中で自分みたいなものを確立していってる感じ。もちろんね、その人の人生って時代も違ければ考え方も違うし、今の自分で完璧に当てはまることはないんですけど、ある意味こういいところだけをこう抽出して自分なりにやっぱこう作っていこうっていうように考えてますけどね、はい、ちょっと話変わるんですけど、ご結婚されてもお子さんも2人です、はいはい、いらっしゃいますよね、はい、家族の存在ってどうですか。僕だから23歳で結婚するってずっと思ってて、18歳ぐらいの時に。ちょっと待ってください、それはあの詳しく聞かせて。いやいや、詳しくっていうかそれどういうことですか。18の時にそのビジネスをやろうって思ったんですけど、はい、もう一個その目標を立てて自分なりにこう家族観みたいなものを作りたいなと思ったんですよ、はい、いい家族観っていうものを人生通して作りたいなと思ったんです、うん、でそれは単純な興味で、うちの家族が崩壊してるんですよ、はい、14で父親がいなくなって、17で母親が体を壊して脳梗塞かなんかで倒れてしまって、おじいちゃんおばあちゃんとうちの母親と父親の関係があんまり良くないみたいな家族関係で、あんまりこううまくいっている家庭っていうのが周りになかったんですよ、はい、でこれ興味で、なんでこうなってしまうんだろうっていうのと、自分はそうなってしまうのか、いやそれともちゃんと考えてちゃんと人生を歩んでいけば実はそんなこともなくいい家族との関係性を築けるのかどうかっていうのがすごい興味で、なので早いタイミングで家族を持ってそれをどんどんこう着実に進めていこうっていうなんかプロジェクトを立てたんです18で、はい、でそうすると早い方がいいなと思って、はい、23ぐらいで結婚してそこからまあ、20代前半ぐらいで子供を産むのもいいのかなと思ってて、はい、で24で結婚したんですよね。でもそれって何ですか、自分のプランじゃないですか。ああそうです、ね、女性に出会わないと彼女がいない。でも逆算していけば出会うじゃないですか、はい、だってその起業と一緒ですよね。だっていついつまでに起業しようと思ったら行動が変わるのと一緒で、23歳で結婚しようと思えば、はい、じゃあ20歳ぐらいまでにはそういう人見つけて、そういう人見つけなきゃいけないなとか思うと行動も変わるじゃないですか。いやそれ行動変えられない人の方が多いと思うんですよ。まあまあそうですよね、はい、だから変えられたら勝つんだろうなって、なるほど、ね、自分の中でもこうその自分の中である程度こういいんだろうなと思って、はい、企業がもうちょっとうまくいって学生企業がそのままうまくいってたら23で結婚できてたんでしょうけどその時も失敗してたんでお金がなさすぎて結婚できなかったんですよ、はい、でクラウドワークスに22で入って2年ぐらいするとまあ収入もだいぶ収入とか、はい、もう会社の軌道も乗ってきてうまくいくなっていうのが分かったんで、だそこでって言って結婚したんですよね。でもなんか教育みたいなところへの関心っていうのと、はい、ご自身のその家族みたいな存在ってリンクする部分はありますか？もちろんありますよ。もともとただ18の時に3つ立てたんですよ。そのビジネスっていう側面とその家族っていうのと、まあ、最終的になんか教育関わりたいなっていうのがずっとあったんで。それはもうその時点であったんですか？はい。へえ。だからその自分が家族を持たないっていう選択肢がないというか、その教育をなんかやりたいと思ったら家族を持ってないとか人を育てるっていう経験をしないっていうのはちょっとこう説得力もないなと思ったんで、その3つはちょっと一応意識して、で今のところそれもずっと続いてるっていう、そうですね、はい、感じなんですけど、だから子供のを見てて今6歳と3歳ですけど、まあやっぱ思うことはいっぱいありますよね、うん、日本の教育に対してもそうだし、はい、もっともっとその改善できる部分とか多いと思います、はい、簡単じゃないことは分かってますからね、はいはいはい、だからこそそのホームスクーリングって言われる家での学習とか、はい、あるいはそのサードプレイスみたいなものを作っていくであるとか、うん、まあ少なくとも自分がそういう情報発信をすることによって、うん、ちょっとでもなんか届く人が増えたらいいなっていう思いを持ってますよね。それが今の、まあ、ビジョンといいますか、はい、成田さんがやっていこうと思ってることの一つのビジョンみたいな感じですか。そうです、はいはい、どんぐらいでなんか実現しようみたいなのあるんですか？
近々そのサービスとしてはそういうものをちょっと生み出していこうかなっていうのを思ってるんですよ、はい、教育関連でそのみんなが挑戦したいっていう人を応援できるようなプラットフォームみたいなものをちょっと作ろうかなっていうのは今ちょっと企画中で、はい、まあ、春から夏に向けてなんかリリース出せるんじゃないかなっていうのは一つ思ってるのと、まあ、そこから派生して、まあ、もっとこう積み重ねていきたいですよね。いろんな教育の仕方があるじゃないですか。さっきの前で言ったように場を作るだけじゃなくて、うん、なんか知識をもうちょっとインプットしないと無理かもしれないしとか、なんかワントゥーワンというかこう1対1でもっと支援する場、うん、塾とかそういうものをみたいな形式の方が人は育つかもしれないんで、うん、そういうものをちょっとこう複合的に組み合わせていくようなことはやりたいなと思ってて、そういう会社は一つ一個作ろうかなっていうのは今年ずっと企画してるんで、まあ、そのプロジェクトはまず一個動き出すと思います。いやもう本当楽しみです。成田さんちなみになんか AI の方もね、されてると思うんですけど、はい、アドバイザーの、はい、AI とかはどう見てるんですか。なんかそのある産業とテクノロジーとか技術のこう接点をうまくこう生かしていきたいっていうのがやっぱあるんですよ。だから全て その産業がソフトウェアとか AI ってもので再定義されるっていうのが多分次の 2,30 年のテーマじゃないですか、うんうん、AI が搭載されて自動運転が発達したり電気自動車になることによって車自体がちょっとこうスマホっぽくなっていくっていう、はい、まあ、いわゆる IoT みたいな IoT とかもそうじゃないですか、はいはい、でそれってあらゆる産業で起きますよね、はい、それ家で起きたりとか、まあ、服みたいなものに対しても ZOZO スーツとかああいうものあったじゃないですか、はい、ありましたね。あれも IoT で要はセンサーをつけることによって人の服の体験を変えていこうとか、物の品質っていうよりはやっぱ体験そのものがいいっていう、あのアップルとか典型的じゃないですか。そうですね。ああいうものが生み出せるかどうかが勝負だとは思うんで、はい、僕そこには興味があるんですよね。そういうところで何か大きな挑戦ができたらいいなっていうのはビジネス面では思ってるってところですね。ちょっとまたその先のことも引き続き教えてください、ぜひぜひ、はい、これからもちょっと末永くよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、あの最後に僕の、スマホで自撮り、はい、いいですか。もちろんです、もちろんです一枚撮ってもちろんです、もちろんです。ちょっと外で撮ってみますか。いいですよ、せっかく晴れたの。じゃあ こういう感じになりますけども、はい、チーズ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こんな感じでよかった。いやもうめちゃめちゃ楽しかった。